香港の香港になりました。はよお兄ちゃん。はい、一緒に移りましょう。はい、というわけで皆さんこんにちは、相澤隼人です。え、こんにちは。え、歩くギリシャ彫刻、それは古いよ。ミスター結論、ミスター結論です。2年ぐらい前じゃない、ミスターはい、というわけで今日はスポルテックに来ました。皆さんスポルテックって知ってますでしょうか。日本のフィットネス業界のまあ、祭典というか、かなりこう大きい規模であるフィットネス関係のブースがかなりあるところであります。説明下手くそすぎます、まあ、そこでちょっと今日はね、このゴミ原パイセンとスポルテックのブースを回っていきたいと思います。いろいろなんか面白いものがあったら動画に残していこうかなと思うので、ぜひ最後まで動画の方を楽しんでいてください。じゃあ早速ブースの方行ってきましょう。慣れないわ。この向きがね。確かに。どこ行きますか。首都。首都。これは。これで。うん、じゃあやらせていただきます。え、待って、重くない？重くない？意外と重いっすよね。びっくりした。確かにしとく。確かにしとく。パンパンになった。パンパンになった。パンパンになりました。これ、いや、重かった。重かった。びっくりした。盗撮。エイさん、マサさんに挨拶します。ちょっといろいろ教えてあげてください。いやいやいや、私は教えることない。経験だけ伝えるだけ。いやいやいや、なんかあれだよ、日焼けとかやばそうかなり。そう、ストレス耐性ってワンポーズお願いします。すいません、お邪魔しました。ありがとうございます。はい、もう一回だけやってもらっていいですか。はい。はよお兄ちゃん。ありがとうございます。今日はあれですか、540プロテインの。そう、ね、歩くブースとして今日は。あ、今日歩くブースなんですか。そう、ブースはいらねえと。なるほど。俺が歩いて、はい、俺の知名度だけでもこうやって集める。確かに、絶対集まってくる。集まりました、ね、集まりました。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よし、質 1.8 っす。はい、どうぞ。それ何ですか。明太ポテト。明太ポテト。ギリシャ彫刻が食べてる。どうですか。うまい。あ、今ちょっと体験なので、あの時間10分で、レベルが1から7まであるんですが、今一番強い7でやってますので、つま先から順番に圧力がずっとかかってます。
で、全部パンパンになったらまたつま先がちょっと緩んでっていうことをこう繰り返してるんですね。で、それでいわゆる静脈の貧流ですね。つま先の方に溜まった老廃物とかをなるべくこう早く戻してあげて、まあ、リカバリーを早くしましょう。はい、大丈夫です、はい、買っちゃえば一人でできます。あ、そうです。私なんか一人で抜けてない。下から来てますね。はい、加圧かけて抜いて、加圧かけて抜いて、はいはい、すげえ気持ちいい。これ普通ってどれぐらいやるもんなんですか？これまあ、好みなんですけど、はい、よくこれを野球選手とか、はい、本当の体を売り物にするようなアスリートは、その時間を1時間ぐらい。1時間、はい、あこれかなりあり、欲しくなっちゃった。14万か。いいな。これ今すごい圧力のかかる場所が変わってる。今太ももめっちゃ圧力かかってるんですけど、足先が抜けたりして、なんか血流がかなりこう回るっていう。うわー、圧迫すごいな。なかなかいい感じですね。すごいな。レイさんどうすか？やばくない？気持ちいいですよね。これやばいな。はい、というわけで、ある程度スポルテックのブースいろいろ回ってきました。レイさん何が一番印象的でした？ハイパーアイス。ハイパーアイス、うん、あれめっちゃ良かったですね。というわけでこれからちょっと完食食べて、もう一度ちょっとだけブラブラして、イエーイ。カーブアップ、カーブアップもなんかいただいたやつ。はい、いただいたやつで、これは昼ご飯、昼じゃないけど卵と鶏胸と白米。今日はオフなんでちょっと少なめ。いただきます。ちなみにですね、本を買いました。マイク・メンツァーの究極のトレーニングバイブ。最近なんか昔のボディービル雑誌見るのめっちゃハマってて、これいいね。これやばいっしょ。マイク・メンツァー知ってますか皆さん？マイク・メンツァー、こんな、はい、こんな感じでございます。ちなみに今はアーノルド・シュワルツネッガーの筋肉の神話っていう本を読んでます。もう2つ DVD もちょっと買っちゃいました。2005年の山岸選手のプロデビューの DVD、 これなんと500円。500円？これもうあれだ、ミスター日本ビッグヒデ&ミロスのガチンコバトルです、これミロスとのガチンコバトルと矢野さんと相川さん、日本クラス別だ。2006年ってあれだ、ミスター日本で矢野さんが優勝した年のやつですね。2回目の優勝したと思います。こんなん手に入んないですかね、普通。こういうものを集めてるコレクターなんで、ちょっとこれ帰ってから見ようと思います。というわけでもうちょっとスポルテックの中をブラブラしていこうと思います。すごいね。まあ、やった時はなんかかなり誰だサンクトのブースでゲストです。ゲストです。巻き巻きしてます。ハヤト君もレイ君も巻いてるやつを巻き巻きしてます。すごいですね、このすごい。ちょっと待ってください。ちょっと待って、何なんすか？何なんすか。どうなってんすか？いやチャンピオンに言われたくないよ。チャンピオンの方がでかい。えハヤトより迫力とか。いやちょっとやばいっすよおそうすると首、はい、鎖骨下がる、足裏踏んでるから足裏の感覚が分かる。これでベッドの感覚とか、これでスクワットの前のアップに落ち方です。これって気持ちよくない？気持ちいい。気持ちいいっしょ。肩甲骨落ちるよね。なるほど。
これで帰ろうかな。で、ご覧として。さっきのスモさんもやってたけど、スクワットの姿勢、スクワットとか、その関節だけ曲げて、そう、あわあ倒れないで、倒れないで。無理、無理、無理。多すぎる。無理、無理、無理。で、で立って、はい、立って、その時にケツを向き出す。おケツのアクチベーション。はいはいはい。で、はい、しゃがんで、おでこれ大体クワッドを後ろに下げたり、うわっうわっ、そうそうそう、なるほど、これはねめっちゃ使いどころが多い、いいっすね、でも早くとか絶対最高じゃないですか、いやアップ道具どんどん増えちゃいますよ。いやいやでもさ、やっぱ扱う重りが増えたりいろんな種目やるにつれてコンディションがやってないともう無理です、無理だよね、無理、体が持たないよね、いいもそうだし、いろんなことがおかしくなりますし、緊張取ったり、あえて緊張させたりもするじゃん、トレーニングで、うん、そういうのに割と使える、いや、ぜひコンプレフロス、コンプレフロス、あとはループバンドとかこのこれです。これです。トレーニングライン弱い、いつもインスタのストーリーだったから待って、やばい、やばい、え、なんか、どこだったの、いや、ベンチしかしてない、ここ、え、ちょっとレイさん問題、え、ちょ、ここ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 、うわこれだけ、これやばくないですか、この上についてやば ,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 
お疲れ様です。ナーシー先輩お話聞いてくれて。ナーシーさんどうですか、調子いいですか。調子いいですよ。うわー、相変わらずだ。相変わらず頑張っております。すごいっすね。あれ初戦が9月10日になりますので、はい、皆さん応援よろしくお願いいたします。ご丁寧な挨拶ありがとうございます。坂本春人も応援皆さんよろしくお願いしますね。頑張ってるから、ね、何か言ってください。一生懸命それマイク・メンツァーのヘビーデューティートレーニング理論です。おお知ってる。マイク、いやマイク・メンツァーのそうやばいっすねそれ。そうあのねこの売ってないからさっきそうそう撮ったんだけど、それジャングルジップにもあるんですよ。あそうなの。この前焼肉ありがとうございました。いいありがとうございました。もうあのタオルも愛用して。あいえいえどうですなんか勝手に宣伝してもらってありがとうございます。ヌメロウノス、まだもらってない、今度俺とない今日持ってきてる。今度サウスで、私はサウスです。もうちょい大きい声で、もうちょい大きい声で。人生スパイス。控えめだね。自己紹介お願いします。どうもーアユトでーす。どうもー彼女のアユトでーす。あの全部やっとくんで全部ピーこれ。おいーなんでだよ。ちなみにアイザックさ、はい、好きなのさジャンルって何。です。おーアイザー君が好きなのはものということで、皆さん、ぜひともねこれからアイザーハヤトチャンネル応援してくれると嬉しいです。この動画がいいねと思った人は高評価とチャンネル登録と、コメント皆さんお待ちしております。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。はい、ジャガー佐藤さんからもらいました。食べてください。動画見てない人は見てくださいね。ありがとうございます。これでかくなってます。はい、というわけで、スポロテック無事終了しました。A さん一日ありがとうございました。ありがとうございました。もういろんな人とお会いしていろんなお話をしました。ものすごく面白かったです。まあ、スポルテックってこんな感じでいろんなブースがあって、まあ、いろんな人が来てるところで、まあ、フィットネス業界に携わってる人が、まあ、いろいろこう関わってくるところなんで、まあ、ぜひ興味ある人はね、来年また来てくれればいいかなというふうに思います。ということで最後まで動画見てくださりありがとうございます。もしこの動画がいいなというふうに思いましたらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。